よいしょ。はい、おはようございます。ただ、おはようございます。ただくんでいいのかな？太田くん。あ、そうですね、ただです。あ、ただくん。はい、じゃあ今からちょっと30分前後、はい、いろいろ相談というか、フィードバック形、ね、させていただきたいなと思ってますが、まず、はい、この今やってるサービスが、ゴチバトルというサービス。はい、これちょっと自分でプレゼンしてもらっていいですか？画面共有とかしてプレゼンとかできます？なんか僕ちょっと先サインアップしようとしたらエラーで途中で止まっちゃったんで、中身が見えてくるんで、はい。画面共有です。はい。あれかな、YouTube 見て、無料相談し、依頼してみようかなみたいな感じ？あ、そうですね、はい。どうですか？あ、本当に。いや、YouTube めっちゃ面白いです。あ、本当？いや、はい、そう言うと。いや、特にね、25歳以下とかの、若手起業家とかに、こう、有益な情報を発信できたらなと思ってたんで、ちょうど、あれ、ただくんやったっけ？太田くんやったっけ？ただくんよね。あ、ただです。はい。ただくんがまさに今20歳で、大学生で、今、自分のアプリ作ってて、で、それで、ちょっと、相談したいです、みたいなのが、ね、非常にこう、僕的にも、届いててよかったな、みたいな感じ。はい、あ、そうですか。ありがとうございます。いや、なんか、あれや、金村先輩、うんうんうん、の話も聞いたので、うんうん、お、すごいなと、すごいなじゃないですけど、なんかその、うんまあ、縁みたいなものをに感じて、まあね、まだ始めた、はい、フラミンゴのね、金村君は、僕のところにインターンに来て、で、多田君みたいに自分でアプリ作ってて、このアプリ、なんやこれ、みたいな話になって、で、俺はもうチームもあって、アプリももうアップストアに、申請して、そろそろリリースできるんです。いや、これ誰も使わんで、みたいな話になって、それやったらこのアイデアで、はい、今ね、フラミンゴが呼ばれたっていう、すごい、面白いですね。で、そこは僕も初めてのエンジン投資をして、で、もう今ね、はい、VC からもガンガン調達して、スタートアップ界の中でも、結構注目される存在になってるから、なんかほんとゼロからね、生み出したっていうか、生まれた、スタートアップで非常にこう成長してる、はい、僕もね、嬉しいなと誇らしく思ってるんだけどね。その同じ大学の後輩の多田くんが、今作っているアプリがゴチバトル。どう？スクリーン系シェア。あ、すいません、もう一回お願いしてもいいですか？画面共有どう？できそう？画面共有今ちょっといろいろ設定みたいなのしてるんですけど、うん、じゃあいいや、まあ僕も同じ画面今開いてるんでちょっとプレゼンしてもらっていい？はい。うん。どうかね。ゴチバトル。ピザをかけてバトルだっていうページを開いてるんだけど。あ、はい。うん、まずそれが、ランディングページみたいな感じなんですけど。うん、うん、うん。まあ、今のプロダクトで、まあ、何がやりたいかっていうと、うん、人というか、そのユーザーとしては、食べ物みたいなものをかけて勝負、かけてゲームをしたいのかっていうのが、その自分たちの中で不確定要素というか、分かんなかった部分なんですね。あ、ちょっと動画見てる方に、このサービスの背景というか、30秒、1分ぐらいで、このサービスはこんなサービスで、どんなユーザーに向けて、どんな問題を解決しているサービスですみたいなプレゼンしてくれる？あ、はい、わかりました。うん、このサービスは、オセロの勝敗で、ピザをかけて勝負できるっていうサービスなんですけど、うん、まあ、解決したい問題としては、うん、その日常的にハラハラしたりドキドキしたりする経験っていうのが、まあ、現代社会少ないなっていう部分が、うん、まあ、あるだろうなっていう仮説だったり、まあ、ゲームだったり、そのカジュアルにその賭けをしたいんじゃないかみたいな、なんだろう、競馬とか麻雀、競馬とかその
パチンコみたいな感じでわざわざ行ったりしないで、でも簡単にカジュアルにやれるみたいな、はい、ゲームして書き事ができるみたいな風になったら面白いんじゃないかなっていう仮説のもと、うん、ピザをかけてオセロで勝負をすることができるプロダクトを作りました。これ実際、さっきサインアップ途中でエラーになってできなかったんだけど、サインアップしたらオンラインでオセロができるの？そうですね、はい、オンラインでオセロができます。相手が対戦相手、知り合いじゃない人と対戦するみたいな？あ、そうですね、はい、オンライン上でその全く知らない人と対戦ができて、うんうん、翌日にその勝った場合はピザが届きます。ということは、何回もやってると、あ、次の日にピザが何枚も届くみたいな？あ、そうですね。今、現状の仕様だと、うん、勝ちまくっちゃうと、そのピザが下がったりします。ピザがいっぱい来る？あ、はい、ピザいっぱい来ます。この発想、面白いよね。あ、そうですか。ありがとうございます。いや、発想は面白いなと思って。で、これでも誰の何の問題を解決しようかっていうのをさっきの話で言うと、ハラハラドキドキすることが少ないから、はい、そのハラハラドキドキするものが少ないんじゃないか、みたいな。それってみんなハラハラドキドキするっていうユーザーとかがたくさんいるんじゃないかってこと？あ、そうですね。はい。このアプリってただと、はい、このアプリをタダ君が作ったのかな。そうですね。CTO が誰か、大学、大阪大学の CTO がいるんだ。開発するメンバー、エンジニアの人が1人と、僕で作りました。2人で作りました。そのもう1人の子と、これいけるよねみたいな感じに今なって作ってると。あ、そうですね。はい。なるほど。マネタイズってどうするんだっけ？マネタイズは一応、その、今、ピザの値段が大体2000円ぐらいなんですけど、まあ、それの 25% ぐらいを上乗せて、2500円で、その、ピザを購入してもらうようにしてて、なので、まあ、手数料みたいな感じで、大体、なるほど。うん、まあ、1ゲームで500円ぐらいの利益が出ます。なるほど。あれかな、僕のビジネスアイデアチェックリストみたいな動画見た？あ、見ました。はい。思いっきり当てはまってたりする項目があると思うんだけど、どう思う？いや、そうっすね。手数、6個あるやつですよね。そう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 。なんか、まあ、ちょっと まさにこう多田君のような形で学生の子が考えてるアイディアに結構合致してるところがあるなと思っていて、で例えば、はい、まず一つ大きなところで言うと、社会問題ぐらい大きな問題をこう解決したら、それがその何て言うの、それが売り上げにつながったりすると、その時にこうハラハラドキドキしてるのが少ないんじゃないかっていうのは、はい、まあハラハラドキドキするのは確かに少ないかもしれへんけど、それをこうお金払ってでもやってみたい、解決したいみたいな、めっちゃいいねみたいな感じで思うユーザーがどのぐらいいるかっていうところと、あとはその、はい、なんだろう、まあ単発の売り上げになりがち、そのリピートしにくいっていうか、そうですね、うん、継続的に、まあ、1人500円しかもらえないっていうことがある、はい、なので、1万人が使ってようやく500万円みたいな。はい。うん。で、毎月使うかどうか、毎日使うかどうかね、ちょっと分かんないやん。そのピザやから、その毎日ピザ何枚も届いてもちょっときついな。そうですね。はい。そういう問題もあるし、あとはその、佐田くんがこのゲームに関してとか、このゴチバトルに関してなんか、すごい強みがあったりするかどうかっていうと、あんまりちょっと強みがどこにどうあるのかなみたいなのがちょっとわかんないんだけど、その辺はどう？まあ、自分としてちょっと強みとして持ってるかなと思うのは、法律の部分が結構絡んでくるサービスなので、その掛け事なので、そういったところにちょっと強みというか、結構勉強しまして、法律について、その刑法だったりとか、その資金決済法みたいなところを自分でちゃんと回せる
ぐらいの知識があるのが強みかなとは思います。そのじゃあ例えば競合が出てきたときに多田くんの強みって何かな、はい、あの同じやり方したら競合は、はい、あの資金決済法とかその法律に詳しくない人でもできちゃうんだよね。まあそうですね、まあ、まあ初めにやったっていうところがまあ先行優位性みたいなところがまあ一番かなとは思うんですけど、それはなんというか自分自身の強みではないかなと思います。うん、だからまあ初めにやってユーザーを一気にね獲得するっていうのはいいんだけど、あの Facebook とかも2番手3番手だったりするのね。まあ、ミクシーの方が早く日本でやってたんやけど、Facebook に取られちゃったみたいな、その圧倒的な強みは、はい、あ、これは美味しそうなビジネスだと思って入ってきたら、その時に、参入障壁っていうか、その、あ、ここはもう入れないな、負けたな、みたいな、あの、ところっていうのが、まあ、普通にこうオセロしてビザ届くっていうアイデアなんで、はい、参入障壁が今のところないなと思って、めっちゃすごい技術力とか、そうですね、めっちゃすごいマーケティングとか、めっちゃなんかあのリピートが来る、なんかその招待が起こって、バイラルして、なんかあの、ここじゃない、使えないみたいな、なんかあの、口コミが起きるような仕掛けとかっていうのがちょっとね、ないと、で、ここで使う必要が、はい、しかも向こう、競合が出てきた時は多分ピザだけじゃなくて、ね、お寿司も送れるとか、なんか他にいろんなラインナップめっちゃ揃えてきたりとか、じゃあこれでお寿司めっちゃ売れるってなったら、はい、お寿司屋さんがやってきたら、ね、普通に500円取らなくても、お寿司が売れりゃ、利益取れるから、お寿司屋さんが3人来た時に一気にやられちゃうなとか、はい、まあピザ屋さんでもいいけどね、ピザーラとかピザハットとかが、これ入ったら、うん、はい、500円の手数料取らずに、ピザ売れたら利益取れるから、みたいな。そうですね。はい、そういうのを考え始めると、結構その、多田くんの強みが法律の部分、他にもあるんだったらいいけど、あとはその、このビジネス、ね、スタートアップやっていくと、どん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 こうね、こうしんどいことがたくさん起きる、組織の問題が起きたり、お金の問題が起きたり、なんか、競合の問題が起きたり、いっぱい起きたりしていくんだけど、このビジネスに、こう、はい、命かけれるぐらいの思いがなかったら、やっぱ続かなかったりするのね。単にちょっと儲かったり。そうですね。まあなんか。うん。どう？一年ぐらいいろいろなものを試してみて。うん。今。この、今作ってるもの以外にも、まあいくつかサービスみたいなのを立ち上げ、まあサービスっていう形にまでいかなくても、まあいろいろやってみてはいるんですけど。うん。なんかその、一番そこの部分をなんかよく考えていて、まあいろいろ作ってはいるんですけど。うんうんうん。その、まあ、なんでこれをやるんだろうみたいな部分。がすごい、うん、その自分の中でまだ納得のいく答えが出せてないというか、うん、っていうのはあったりします。で今20歳でこう、ね、自分でここまで作るっていうところは本当に素晴らしいなと思ってて、はい、で憧れの先輩がいてみたいなねところもすごいいいモチベーションになると思うし、はい、今大学2年生で3年生もうすぐなりますみたいなところでこの段階でここまで頑張ってるから僕はすごい応援したいなと思っていて、はい、どうだろうな、その、なんで起業したいの？そうですね、僕が一番起業したいっていうふうに思った部分は、そのちょっと恥ずかしいんですけど、昔、リッチマン・プアウーマンっていうドラマがやっていたと思うんですよ。その小栗旬主演で、石原さとみがその女優さん、ヒロインみたいなのが、なんか中学生ぐらいにやっていたと思うんですね。なんかそれにすごい憧れを感じて、なんかかっこいいなっていうふうに思った部分が、なんかその、大きいかなっていう部分はありますね。その、まあ、経営者じゃないですけど、そういうのがかっこいいなっていうふうに思って憧れてなりたいっていうのが、その、そういう動機で、まあ、いろいろプロダクトを出してみよう、試してみようっていうふうに思ってました。はい。経営者への憧れ。みたいなところがあったと思う。そうです。はい。なるほど。あともう一個、そのインターネットじゃないですか。インターネット系のサービスが僕すごいやりたいなっていうふうに思ってるんですけど、その例えばたこ焼き屋さんとかお好み焼き屋さんとかじゃなくて、インターネットのサービスをやりたいっていうのも自分の中で
ちょっと強い動機みたいな、これは結構強い動機なんですけど、っていうのがあって、その、小学生ぐらいの時、まだその IT リテラシーみたいなのが低くて、その掲示板とかにめっちゃ個人情報とか書き込んじゃったんですよ。で、なんか結構怖い思いとかをして、うん、その、なんかすげえインターネット怖いみたいな風に思ったんですけど、なんか逆になんかそのインターネットすごいなみたいな。なんかこんなもう小学生とかやのになんかこんなになんかいろんな人が見てんのかみたいな。その、ただ、そのすごい掲示板の隅っこの方に書いてあることなのにすごい、こんなことが起こるインターネットってすげえっていう風に思った部分もあって、なのでちょっとインターネットっていう、ちょっと怖いことを知ってる反面、その怖さに心躍るというか、怖かったっていう経験からインターネットすげえと思って、で、そのリッチマンプアーマーみたいなものを見て、インターネット、あ、すげえなと思ってっていうのが、ちょっと、その、まあ、企業じゃないですけど、そういうインターネットでサービスを作ろうっていう動機の一つにもなってるかもしれないです。なるほど。なんか今自分で気づいてないかもしれないけど、インターネット書き込んで怖えとか、でもそれに心躍るみたいなところを話してるとき、声のトーンが大きくなって喋るスピードも2倍ぐらい間髪入れずしてるのは自分で気づいてたかどうかわかんないけど、そこから、はい、多田くんのやるべきところそこかもなみたいな、そこにはすごい自分でも強い思いがあるんですけどって言ってたけど、自覚もしてるし、例えば、はい、オバマ大統領が、君たちの時代は、まあ、自分の頃はそう、YouTube はなかったけど、君たちの時代は、YouTube とか、TikTok とか、普通にあるよねと、まあ、オバマ大統領は TikTok の話はしてないんだけど、本当に、オンラインに、そういった自分の個人情報であったり、はい、将来、それが見られることによって、自分の人生に、こう、まあ、傷つくっていうか、その、台無しになったりするようなことがあったりするかもしれないから、本当にそのオンラインに上げるのは、気をつけた方がいいよっていうアドバイスを若者に向けてしてたのね。でそれって、はい、これからもどんどん若い子はスマホでね、YouTube 見るだけやったらまだいいけど、もう簡単に TikTok とか、もう YouTube もアップロードできるから、そのリテラシーが低かったりすると思うのね。で、それが自分にもそういう経験があるわけでしょ。はいそこをビジネスにできたら面白いなと思ったりするけどね。ああ。自分だったら自分の体験から来てて、しかもインターネットの魅力を正しく知ってほしいみたいな。で、親も子供たちに、正しく使ってほしいし、しかもその使いすぎてほしくないみたいな。だから、ファミリーコントロールかなみたいな感じで、制限とかできる機能とかアプリもどんどんついてきてるけども、やっぱりね、親はその子供、のインターネットリテラシーを高めたいし、使いすぎてほしくないし、正しく理解して便利には使ってほしいけど、うん、もしかも止めようがないでしょう、この便利なものっていうのは。利便性が高い。そうですね、はい。いくらリスクがあっても、そのリスクを乗り越えてでも使おうとするのね。例えば今からスマホが危険だとかね、もしくはまあ、例えば車がね、人死んだりする、ある意味狂気にもなったりするけど、車じゃあ人殺しちゃうやめましょうって言っても絶対やめれないでしょ、はい、それやったらなんかシートベルトして、うん、で、エアバッグつけて、で、かつ、その、なんだっけ、自動でこう、運転、最近だったらね、停止するような、機能がつき始めてるでしょ、だからその利便性が高いものはもう絶対取り除けないので、はい、その危ないからやめましょうっていうのは絶対起きえないんだけども、例えばスマホとかも、楽しいこと、利便性が高いものは、その時代ずっとそこに進んでいくんで、それに対して正しい理解をしましょう。正しい使い方をしましょう。シートベルト、エアバッグ、自動、ブレーキ、機能、みたいな感じで、そこに、タダ君が思いがあるんであれば、そこを、だかな、うん。ここなんか考えてみたらどう？そうっすね。うん、はい。なんか、それって、そこは、やっぱり、セキュリティのところとかね、教育のところってなると、はい、そこにはね、お金、発生するよね。だって、個人情報出しちゃったり、自分の顔出しまくって、例えば誘拐されたらとか、家が特定されてとか、なんかそういうのって、防犯とかセキュリティとかって、やっぱり怖いから、保険とかにもお金払ったり、ね、セコム入ったり、
そこにはすごいバーがあったりするわけやんか、はい、それがまあ、今のオンラインで言うと、ね、スマホであったり、パソコンであったり、ところのその、うん、なんか、部分って、社会問題にね、すでになってるけど、その社会問題を解決する手法は、これから多田くんが考えないといけないけど、そこにはマーケットが根付いて、はい、かつ多田くんが、興味があるっていうかね、すごい興奮する分野なんじゃないかな、みたいな。はい。うん。どう聞こえた？いや、そうっすね。まあ、僕も、なんかその、自分の動機みたいなところを掘り下げていくうちに、まあそういうこともあったなというふうに思ったりするんですけど、やっぱり教育すごい難しいなと思っていて、すごい難しいなというふうに思ってるっていう感じですかね。その、私、そうですね。なんだろう。なんか自分の中で、なんだろう。人の支援をするみたいなところがなんかあんまり力が向かなかったなっていうのはあって、うん、その昔その今スペースマーケットっていうスタートアップご存知ですか？重松さんかな。あ、スペースマーケットじゃない、スペースエンジンっていうのがあるんですけど、スペースエンジンって大阪でやってる。あ、そうです、そうです。彼、名前なんだっけ？ CEO。あ、名前が出てこないんですけど。彼、もともとあれ違う、名刺のアプリやってた子ちゃうかな。あ、そうです、そうです。はい。ああ、シリコンバレーであったよ。で、僕もよく相談乗ってた。あ、そうなんですか。うん。これはあかんわ、って言ってたけど。そしたら、なんか違うやつね、今初めて。なんか結構、ね、メディアとか取り上げられてるよね。うん。はい。うん、なんかあれと全く同じことをやろうとしてたんですよ、うん、その同時期ぐらいに、まだあれがなんかそのメディアに取り上げられる前ぐらいに、あ、そうなの？そのあれと全く同じことをやろうとしていて、うん、そのっていうのもなんか周りにそのクリエイターみたいな人がいたので、そういう人たちの課題みたいなのが見えてたので、うん、そういうああいう形で解決できるんじゃないかなと思って、うん、いろいろ頑張ってみたんですけど、そのどうもなんかその、うん、モチベーションが上がらなくて、うん、なんかやっぱ自分の思いが足りなかったんだろうなっていう、これがなんかそのいわゆるその経営者の方とか投資家の方が言われるその思いがないとやり遂げられないよっていうことなのかなっていうふうに自分の中では思ったんです。それがそれだったからできなかったのか、その他人を支援するみたいなことが俺にはモチベーションがないのかどうなのか分かんないんですけど、ちょっと分かんない部分ではあります。わかんないなっていうふうに思いました、今。そうか。そうだね。まあだから、なんで、まあ思いの部分もあるかもしれないし、そこに、ね、自分の強みがなかったりするかもしれないし、うん、そこは、その、いろんな要因があると思うんやけど、うん。スペースエンジンってあれは野口くんやね。はい。うん。あ、そうです。はい。そうです。頑張ってるね、今。うん。なるほど。そっか。なんか、だから、今のゴチバトルもいいんだけど。はい。なんかこのビジネスのアドバイスっていうのは、練習としてはいいんじゃないみたいな感じで。そうですね。うん。それでユーザーがね、どれぐらい取れるのかとか、リピートどれぐらいつくのかとか、実際ユーザーの声聞くみたいな。うん、自分、やっぱりね、そのアイデアだけで、やらない人がほとんどだから、ここまでやってみたっていうのは、僕素晴らしいと思ってるし、しかも一緒に開発やってくれる友人っていうかね、もういて、憧れの先輩もいて、みたいな、はい、情報もね、その野口くんの情報とかもいろいろ調べたりして、よっしゃーやろうみたいな感じのところもね、あったりするんで、まあ、はい、企業に対する思いもあり、モチベーションもあり、で、そこはうまくね、自分のやりたいことと強みが、バチッとハマったら、はい。いける可能性高いなと思うから、ちょっと、はい。またなんか、アイディア考えてみて、はい。パワポでも、Google スライドでも何でもいいんだけど、また送ってくれたら、ただね、はい、よく僕今日、この30分で理解できたんで、はい。はい。一回、
聞かせてもらって、あ、それいいんちゃうみたいな、はい、うん。で、僕もこういう感じで、ね、リアルでイベントとかであった時に、パパパパパってこう、5分、10分でこう、フィードバックして、はい、そしたらその後、あの時アドバイスしてもらったやつで、新しいこと始めて、うまくいきましたみたいなこと結構あるから、うん。ゴチバトルに思いっきり込むんじゃなくて、ゴチバトルは一旦練習。うん、はい、普段までいいと思うよね。ちょっとアプリがログインできなかったっていう問題があるんで、それはすぐに修正した方がいいかなと思うんだけど、はい、で今日言われたことを参考に、またなんか、新しいアイディアをちょっと考えて、はい、いきなり作っちゃうと大変なんで、まずアイディア段階で、はい、こんなん考えてみたんですけど、みたいなのをちょっと送ってくれたら、5分ぐらい見たら、いいか悪いかとか、はい、こうしたらいいんじゃないかみたいなのわかるんで、送ってもらえたらなと。はい。面白かったら僕も周りに投資とかね、したいエンジェルの人いっぱいいたりするんで、投資しながら僕も、まあ、はい、社外 CSO みたいな感じでアドバイザーみたいなの入って、一気に、押し上げていくっていう、はい、金村くんみたいな、形に、はい、僕らの先輩がちょうど同じ大学にいるわけだから、そういう彼みたいな道をたどれるように、はい。押し上げるってこともできるんで、その、チャラ君ってあれかな、もうこれビジネスうまくいき始めたら、休学とかも考えたりする人。あ、全然考えます。はい。いいね。僕が支援して、ね、した子は大体みんな休学して、で、全員休学やめたな。はい、僕は。そうなんです。僕、親からしたら結構、大学まで行かしたのに休学して辞めさせた、すごい悪いやつになっちゃうかもしれないけど、でも、そのね、息子がね、娘がね、それで、燃えて、しかも起業、ね、その中途半端にインターンして、こう、就職するんじゃなく、みんな成功してってるから、はい、将来的にもね、終身雇用の時代がとっくに終わってるし、なんか、いつか起業したいなって思いながら、そのまま、ね、こう、なあなあでこう行っちゃって終わるよりはいいかなと思ったりするんで、そうですね。まあ2年生から3年生上がるタイミングやから、ちょっと今3年生はね、とりあえず行きながら、まあ仲間作るのもいいと思う。はい、その仲間作りながら、4年生に入るときに多分休学 してたらいいんちゃうかな。そしたらね、最悪失敗しても、新卒で就職活動もできる。ちょっと、起業してたんで休学してましたって言ったら、新卒で遅れてる。日本新卒逃すとね、なかなか就職しにくい環境だったりするけど、起業してたから遅れたんですって言ったら、それだけで、はい、あ、この子なんか違うんじゃないかっていうことで、いい首都にも就職もね、最悪あるね、リスクとして、対策できるから、大学卒業前に思いっきりいかにチャレンジできるかが勝負だと思うんで、ちょっとじゃあ、早々に、アイデア3つぐらい考えて、送ってみて。はい、うん、ということでゴチバトルの相談だったと思うんだけど、まあ、相談内容としては回答としては、うん、次行こうみたいなそういう感じで、はい、大丈夫かね。わかりました。なんか最後に聞きたいことあれば、なんか僕からなんか2つぐらいそのちょっと提案みたいなのがあるんですけど、はい、大丈夫ですかね。どうぞ。1つはそのなんか他力っていう関西のスタートアップ支援の会社みたいなのがあるんですけど、うん、ご存知ですかね。知らない。中村隆っていうその女性のアントレプレナーが、まあ、いろんな、まあ、家入りカズマさんとかそのすごい、まあ、エンジェル著名なエンジェルみたいな人から出資を受けていて、うん、関西のスタートアップを盛り上げようみたいなを はいはい、やられてる方がいるんですけど、そのぜひその方とちょっとおつなぎしたいなっていうふうに思ってるんですけど、オッケー、ご迷惑じゃないですかね。大丈夫。ありがとうございます。じゃあ、またちょっとおつなぎさせていただくので。はい、OK。っていうのと、はい。あと、もう一個なんですけど、うん、その今、YouTube のチャンネルやられてるじゃないですか。うんうんうん。その編集をちょっと僕やりたいなと思っていて。うんうん。っていうのも、なんかその、まあ、僕としてそれをやるメリットは何かっていうと、うん、そのまあ、まず、その、それを、ま、生の動画を見ても見れるので、その絶対自分のインプットになるっていうのと、うん、まあ、その山本さんとそのずっと関係を持っていられるみたいなところと、うん、そのなんだろ
まあそのまあやまあ、関係を持ってられるっていうのと、まあ、あと自分でその作る上でのアウトプットができるっていう部分、まあ、その一石三鳥のお話されてたと思うんですけど、はいはいはい、まあ、一石三鳥だなっていうふうに、その時間、うん、まあ、何時間動画の編集とかもしたことあるので、まあ、3時間ぐらいきっとかかるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それを割いてでもまあその価値はあるかなっていうふうに、まあ、自分の中で思っていて、うん、そのあと山本さんにとってのその、まあ、一石三鳥は何かなっていうふうにまあ僕考えたんですけど、うん、まあ、一つはその動画の編集を自分でしなくてよくなるので、まあ、まず負担が減るっていうのと、うんうん、その、まあ、僕父親がその映像のクリエイターじゃないですけど、映像関係のテレビ局の仕事をしてるので、その、うん、なんだろうな、CG とかそういうのを制作する、今のオープニングの動画みたいなのを作るときに、すごい楽、うん、楽じゃないですけど、お金が費用を抑えて、そういうのを作らせていただけるかな、そう作らせていただけるので、なんだろう、コストもまあ下がるかなっていうのと、あと、うん、その、まあ、僕が一視聴者として、そのすごい、なんだろう、なんかフィードバックっていうのもおこがましいかもしれないですけど、その生のユーザーの声をずっと聞けるっていうのはそのメリットかなって、その3つがその一石三鳥の三鳥になるのかなっていうふうに思っているんですけど、どうですかね。うん、なるほど。まあその編集とかね、手伝ってくれるとか、まあより例えば字幕つけるとかっていうのはね、ニーズとしてもあったりするんで、それはいいんだけど、あの1日3時間もあのね、多田くんが僕の動画にまあ触れるっていうところでメリットはあるかもしれないんだけど、継続的、永続的な観点から見たら、それってやり続けることは、はい、あの、一時的にはいいと思うんだけど、この、まあ、企業って永続性っていうのがあったりするんだけど、永続させることが企業の目的だったりするんだけど、永続的に多田くんが5年、10年僕の動画を編集し続けることが多田くんのためになるかっていうと、はい、多分最初の2、3ヶ月、半年とかはいいと思うんだけど、あの、永続的な、はい、あの、ものにはならないなと思うから、その僕と関係を、僕の考え方を学ぶっていうこととかは、動画を編集すること以外でもできたりするし、僕もなんかそれで、まあ、そうね、あの、ただくんを安くとかね、無料で編集してもらえてっていうね、あの、利用って言ったらあれけどね、しようと思ったらいくらでもできるんだけど、なんかお互いのために最終的にウィンウィンな形にならなかったりするから、はい、はい、オファーはすごい嬉しいです。でも、将来的な発展性が多分見えにくい。だんだん、最初は、だんだんバリューが下がっていくと思うのね。コンサルティングもそうだけど、最初コンサルタントすごいノウハウ持ってるんだけど、やればやるほど、あの、ノウハウもね、一人が持ってるノウハウって限られちゃうんで、だんだんこう出し尽くしちゃうみたいな。うん、その、最終的にこう、お互いが、ウィンウィンになれる絵が今のところ見えないから、今の瞬間だけ一石三鳥以上あるかもしれないけどっていうことで、で別に僕とのその付き合いは、あの、違う形でも全然取れるから、逆に僕が一番、もしいいのは、多田くんが思いっきりその3時間の時間を使ってビジネスのアイデアを思いっきり考えて、僕にこう壁打ちみたいな感じで送り続けて、で、いいアイデアがあったら、周りのエンジェルの人たちと組んで、多田くんを思いっきりサポートして、で、それで起業家として一人前になっていく。その時は僕もね、思いっきり関わって、支援していくわけやから、しかも、実益、はい、企業経営に関してのこともアドバイス。僕も絶対ですね、どうせやるんだったら成功してもらいたいから、そういうその付き合いの方が、お互いウィンウィン。で、それで最終的になんかね、上場かバイアウトみたいになって、僕も株一部持ってたりとかしたら、それが一番良かったりもするし、僕も最初のね、支援はすごい。そう、支援、なんていうかな。だんだんステージ、得意なステージってあると思うのね。僕は01から10ぐらいまでが支援するの得意で、でも、上場するとか、上場手前ぐらいになってきたらもうすごいスペシャリストの人がいっぱいいるから、専門家みたいな。そういうのはそっちの人にもパスする感じ。なんかイメージ。なんか、大学、小学校、中学校、高校、大学みたいな。で、僕は小学校、中学校を育てるのすごい得意だけど、高校、大学になったらそれに得意な人がいたりするから、そういう人たちまで、見込めるところまで、こう、押し上げるっていうのは僕の得意な分野なんで、この辺だから、うん、YouTube もそれやりたいから、地方の学生でも、ただで見れるような感じで、ああいう情報を出してるっていう感じなんで、まあそういう感じの付き合いの方が、ね、その3時間編集してるんだったら3時間アイディア考えて3時間ものづくりして、こんなんどうすか、こんなんどうすか、みたいな、そういう感じの方が、はい。なみたいな。どう？そうですね。
はい、確かに、そうですね。うん、あ、じゃあ、もう、あ、すいません。わかりました。ありがとうございます。うん、いや、なんかその、なんだろう。なんかやっぱり与えてもらうだけじゃやっぱりダメだなっていうふうに自分すごい思っていて、その、うん、まあ、何かその返せることがないかなと思っていろいろ考えてっていう感じです、うん、あ、でも僕が与えれるのは経験とか知識とか人脈とかお金とかかもしれないけど、タダ君が持ってるのは20歳の思いっきりこうね、はい、これから頑張っていこうっていうその頑張りに僕も刺激受けるし、その例えば誰々さん紹介したいんですけど、さっき他力の方紹介したいんですけどっていうその若者の横のつながりみたいな、僕今ね自分から入っていこうともしても入れないけど、やっぱり同年代の、はい、つながりが強いと思うんだけど、そういうところに僕も関係ができたりしたら僕にもメリットだったりするんで、あんまりその僕に何かメリット与えようとしなくても、僕にメリットなのは思いっきり戸田君がアイデア考えて僕にアイデアバンバン送りまくって、それで起業して成功するっていうのを見届けたら僕は十分すぎるぐらいメリットあるんで、みたいな感じで。あ、わかりました。だからもう、はい、わかりました。そんな頭で考えずに思いっきりゴチバトルは早々にやめて今すぐでも休学できるようなモデルをちょっと作ってほしいなというふうに思ってます。はい、わかりました。じゃあそんな感じで今日は一旦、じゃあまたはい、メッセージでやり取りしていろいろ送り続けてください、はい、僕はバサバサ切り捨てていくんで。わかりました。はい、はい、では今日はそんな感じで、相談の方はこれで今日は終わりたいと思います。はい、はい、では、はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた頑張ってね。さよなら。はい、頑張ります。